ゆみとチャンネルです。ということで、上半期も終えてペイボーのみんながねすごく応援してくれたおかげで店舗で2位、グループでもね、あ、グループだと3位かというね結果に終わることができました。本当ありがとうございました。7月はね投げ銭1000万以上のタワーができたりとか、7月はねバトルイベントで投げ銭ランキンググループで3位になれたりとか、すごくペイボーに助けられた上半期でもあったなと思います。上半期で投げ銭は1800万弱ぐらい投げてくださってね、でその投げ銭もあってグループ、そしてね店舗でもいい数字を残せたなと思いました。毎月やってる配信にね時間を合わせて起きてくれたりとか、最近だったらメンバーシップの配信もそうですけど、ですごくねこう遅い時間に起きて配信を見てくれたりとかする人もいるだろうし、締め日だったらそれに合わせてチャージをして待ってくれてる人だったりとかね、まあ、そういう人たちのおかげで自分の今の立ち位置がランキングもそうですし役職もあるなとすごい思います。まあ、去年の4月に始めた YouTube で、まあ、ローラーノーションの出方的に、なんだろうな、好きになってくれる人っていうのは少なくなるもんかなと思っていたら、メンバーシップもね、かなり人数も増えてきまして、YouTube としてもね、いい1年を過ぎることができたなと思います。ちなみに配信とかって、はい、なんか決まった時間でやってるんですか？まあ、ぼちぼち、だいたい営業前やって、営業後もやれたらやって、定休日やってみたいな感じで、そうですね。じゃあ、1日2回と。まあ、多くて2回ぐらいですね。はい。でなんかメンシップも今始められたじゃないですか。はい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 、はい、どんなコミュニティにしていきたいですか。どんなコミュニティ、結構メンバーシップはかなり気合い入れてやってる方だと思います。誰と比べてってわけでもないですけど、メンバーシップ配信もまあ2日に1回はやったりとか、まあ、見てる人数がメンバーシップなんでね、もういつもの大体3分の1とかのメンバーなんでね、ある意味コメントしやすかったりもするのかなとこもあって、距離感の近いコミュニティなのかなと思います。はい、どんどん増やしていきたいんですかね。そうですね、やっぱ増やしていきたいですし、メンバーシップだけで上げてる動画もねかなりあるので、それも見てもらえたらなと思います。今後その、はい、メンバーシップの方、はい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 、に向けてのこうイベントだったりとか、はいはいはい、プレゼントとか、はいはいはい、私ら今考えてるのがありますか。そうですね、メンバーシップ限定の人に今はね、あの新しく作った名刺を郵送させてもらったりとか、今後もっともっとやっていきたいなと思います。上半期ね、もう本当に投げ銭してくださったりとか、配信見てくださって本当にありがとうございました。自分がね、あんま YouTube やめることはないので、引き続きね下半期も見てもらえたらなと思います。最近はメンバーシップも始めて、そっちにも今力を入れてるんでね、ぜひ入ってもらえたらなと思います。ってことで、このチャンネル登録まだしてない方はチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。ゆみとチャンネルでした。